え、何しに来たの？何も知らんくせに。A 型の運営なんて長く続くことないから。は？移転させられる敵。周りと仲良くする必要性ってありますか？就労支援ファンタジスタの事業完全ガイド TV の福田です。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルでは就労支援事業所を作り、毎年10人近く利用者さんを就職に輩出してます私たちが、今事業所を作るにあたって知っておくべき知識や問題点に関する、極秘情報ノウハウをお伝えする番組になります。お願いします。お願いします。今日はおそらくみんな気になってるであろうことをちょっと解説しようかなと思ってまして。はい、来ましたか。来ました。神回になるかもしれないです。何ですか？どこに出店したらいいかみんな分かってないと思うんですよ。はい。なのでこの辺事業所多いしなっていう悩みあると思うので、はい、今日の議題は近隣事業所が多いところに出店していいのか。おお。これあれそうね、ファンタジスタが神回って言った回って、はい、ほんまにちゃんと神回ですもんね。そうなんですよ。ですよね。気になることなんでね、うん、僕も気になってたから。ああ、なるほど、うんうん、立ち上げの時にってことですか、それは。そうですね。とか、クライアントさんどこに出しましょうみたいな、はいはい、ああ、相談がやっぱあるんですね。そうです、そうです。これ何個か考えなければならないポイントあるので、はい、それをちょっとお話ししながら進めていけたらなと思うんですけど、うん、なるほどですね。はい、実際どうですか、近隣に事業所があるところに出店するってありなしで言ったらどう？絶対なし。なし。なし。危険。あ、危険。危険です、それは。何が危険ですか？いや、利用者さんがやっぱり取り合いになるんじゃないですか？あー、OK です。ありがとうございます。こっち、どっちの行くか、みたいな。はいはい。こっちおいでよ、みたいな。はいはいはい。ここの争いでバチバチしちゃう。それはまあ、皆さん考えていただけてることだと思うし、それが不安っていうのはめっちゃ理解できるんで。はい。そうですよね。そこをちょっと解説しますね。あ、はい、お願いします、うんうん、実際に市町村のホームページを見ていただいたら、はい、その市町村で何人障害を持ってる人に1日利用してほしいか出てるんですよ、はい、1日の人数、神戸だったら何千人とか利用してほしいですよって数字が出てるんですよ。へえ、そんなん出てるんですね。そうそうそう。そうじゃないと送料規制とかっていう話にならないでしょ。あ、確かに。なんとなく例えば10万人都市やから、はい、B 型が100件あるからとりあえずもう送料規制しとこうかっていう話ではないんですよ一旦ストップじゃないですか？ストップでじゃないんですよ。じゃないですね、はい、なるほど。じゃなくてちゃんとどういう障害特性を持ってるかとか、はい、あの障害種別、障害者手帳発行してるからか受給者証発行してるからかちょっと分かんないですけど、はい、どういう障害を持ってる人がこの地域にいますよって分かってて、はい、で A 型 B 型とかに1日何人利用してほしいですよっていうのが出てるんで、それに達してなかったら出してくださいねってことなんですよ。だからニーズがあるんですよ。確かに。そりゃそうですよね。そりゃそうやろ。そりゃそうですね。冷静に考えたらそうですよね。そうなんですよ。出ないと事業所立てれないし、そう、止めもしないですよね。そう、うん、そもそもそこを知ってるか知らないかで、知らない人は危ないんちゃうかっていう話じゃないですか。あ、本当ですね。確かに確かに。そもそもそんな考えがないます。ですねこれはもう考えたことがない話でした。はい。なので送料規制がかかってない地域はどこに出しても OK って。あ、賞味。それが実はその答えではあるってことですか？答えではある。なるほど。ただそんな中で、はい、もう一個あの深刻な悩みが出てきますと、はい、物件が見つからない。あ、まずこれも大変そうですね。はい、なるほどなるほど。で、物件が見つからなくて、見つかった物件が近隣に事業所が多かった。あ、いや、ここでね、やっぱ悩みますよね。なるほど、そのパターンですね。うんうん、はいはいはい。ここで悩んだ時にどうしようかっていうことが多分悩んでる方が多い。確かに確かに、本当っすね、はい、いい物件見つかったのにって感じですよね。そうですね。あ、これが、まあ、岡地はなし、絶対になし、だって食い合うもん、はい、取られるもん、はい、まあその考えも一理あるんですけど、はい、大前提さっき言ってたのは足りてないからお客さんもいますよって話じゃないですか、うんうん、ですね。で、その一つの事業所にアッパー、定員が決まってるんで、はい、食い合うってことはないっすよね。確かに、
その事業所、一事業所が独り占めとかっていうのは発生しないですよね。そうなんですよ、うん、できないんですよ、はい、だから結局出して食い合うってことは考えなくてもいい。なるほど。ただ辞めてそっちに行かれる可能性はあるってことですよね。あ、確かにそうですね、うんうんうん、まあ移籍しますみたいな、はいはいはい、あっちの方が良さそうなんでみたいな、はい、そこにビクビクしてるっていうことかな。あ、もしかしたら今こう改めて深掘りされると多分そこですね。多分そこやろ、はい、うん。じゃあ A 型で行くと、 A 型の利用者さんがそんなにバンバン辞めて隣にできた事業所に行くかって言ったら、はい、行かない。そうなんですか。普通にな、普通に考えて、はいはい、自分がアルバイトしてるとするやん、はい、良さそうなバイト先近くに見つかったから辞めてあっち行こうってならんやん。間違いないですね。普通に考えたら慣れ親しんだとこで仕事してた方がいいに決まってんねんから、はい、そうですね。そうそうそう、ストレスも多いですしね、場所変わるって。そうですそうです、うん、じゃあもう一個深掘りすると、はい、めっちゃ綺麗な事業所が、はい、すごいコンテンツを持ってる事業所が来てしまったらどうしようとは思いますよね。あ、自分がそこに行って近くに出されたら困るなとか、はいはいはい、確かに確かに。そうじゃないと、うん、キラーコンテンツ持ってる人はその近隣に事業所があって出したら勝てるって分かってるから、そんな悩みはあんまない。確かに本当ですね。だから逆側の視点で考えると、はい、そういう人たちが来たら困るなとは思います。あ、もうすでに立ててる側の気持ちですよね。 そうそうそう、それってそれはこう取られるんじゃないかっていうのはありますよね。確かに確かに。ってことは近隣に事業所があって食い合うかもっていうのは一つあったけど、それはないと、うんうん、で軽く転職しますっていう人はあんまいないと思うと、うんうんうん、じゃあそこに出して不安だなっていうのは集客できないかもっていう不安なんですね。あ、確かに、はい。ってことはキラーコンテンツを持ってない。そもそも近隣に出して勝てるか負けるかとかではなくて、はい、このビジネスとしてうまくいくかどうかあんまり勝算がない。ガそういう人たちがそういうことで悩んでるんじゃないかって僕は思うんですよ。なるほど、これは痛いとこ疲れましたね。自信ないんやろっていう感じ。そういうことですよね。そう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 、確かに本当ですね。そこにしっかり自信持ってたりとか、うん、強さがあれば別に周りにいっぱいあろうがそこのライバルで勝てるって話ですもんね。そうそうそう、うん、周りにいっぱいあろうがなかろうが、いやいやあった方が絶対にそこにおるんやったら、ね、宣伝しまくってそこから取ってこうって思いますよね。強気っすね。確かに、いや間違いないですね、うん、でもそこに出すんてどうなんかな、食われるかなとかっていうのは多分集客できてからの発想しちゃってる。あ、取られていくんじゃないかって。その手前は考えなあかんと思いますね。集客できるの、そもそも話ですね。そう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 、うん、だからそこを考えると、はい、自分たちのそのビジネスモデルは、まあ、A 型 B 型コンテンツですね、中身のコンテンツが充実しっかりできてるかとか、なるほど、内装どんだけお金かけれるかとか、うん、まあ、そういうところがやっぱ充実させれてないから不安がある、ね、あ、そういうことですね。あ、はいはい、なるほど。結局じゃあその意識すらあかんところというのは、うん、このサービスの質の向上というか、うん、結局そこに集約されてるわけですね。結局そこなんですよ。あ、いやー、これはみんな気づいてなかったっすね。なんか多分分かってるけどなんとなく不安っていうことを多分伝えてくれたんかなと思ってて。はい、そうですね。それをこう深掘りしていくと、はい、案外不安がない。はい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 、なるほどなるほど、うん、それって確かにその今のジルベルトでいうと、うん、周りにもありますもんね、実際その A 型、うんうん、B 型ありますね。 B 型で言ったらもっと近くにもあります。めちゃめちゃ近くにありますよ。 そうですね、もうそこでこう困るとか、うん、なんかどうしようみたいなんて話出たこと実際ないですよね。一切ないな。それ今考えるとまさにそうですよね。あ、そう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 、うん、しかも僕たちなんて言ったらどこに出してもいいかなって正直思ってるんですよ、僕はね。へー、どこに出しても来たい人おるかなって思ってるんですよ。はい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 。もちろんスタッフ、利用者さんが通いやすい場所でのを選びたいっていうところと、うん、はい、ここが快適だとは思うので、うん、ここに目減りしない快適さの内装を作るにはどうしたらいいかなとかっていうことを考えてるっていうのが、まあ、一番大きくて、それに合う物件が見つからないなっていう感じで探しておりますね。あ、じゃあ結構そこに別に場所にこう時間かけてるとかじゃなく、物件にやっぱり時間かかってるっていうのは、うん、そうですね、うちは僕はそうですね。やっぱより良い、そのバンバン出店していくタイプじゃないんで、はい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 、一
つにめっちゃ充実感出させたいなみたいなっていう感じなんで、なるほど、すごい、まあそういうところでは悩んだりはしますけど、なるほどですね、うんうんうん、その事業所が周りにじゃあ立ってることで起こり得るデメリットとかっていうのは実際ないって考えて OK ですか？はい、ない、これで OK。 うえ、なるほど、答えてましたもしかしたら嫌がられるかもしれない。デメリットはないんやけど、多分気にしてるのはそこに出して同業の人から嫌われないかなっていうのも考えてるんやと思う。確かに、うん、ちょっとビジネスしにくいっていうか、はい、肩身狭いんじゃねみたいな、実はものやし、ありますね。確かに確かに、それ多分考えてはるんだと思うんですけど、それ実際ありそうですよね。ありそうなんですけど、はい、まあその大前提ね、さっき言ってたニーズがまだ満たされてないっていう、こう市町村の数字が出てる以上、はい、で、あとはアッパーが決まってる箱に、はいはい、さっき言った定員ですよね。そうですそうです、はい、なのでそんな気にすることはないし、はい、新しく新参者が来た時にもういる人たちは、敵が来たと、はい、黒船がって思う必要はないわけよ。あ、でも思ってると思う。うん、なるほどなるほど、うん、でもそこはあのしっかり挨拶回って、はい、まあ、仲良くしていくとか、うんうんうん、コンセプトがこういう感じですってしっかり伝えてあげて、うんうん、地域のなんか連絡会みたいなのあるから、はいはいはい、支援協議会とか、あ、そういうことで絶対顔合わすことにはなってくるんですよ。確かに。だからもうより良い関係性を作るために、うん、出すならしっかり、うん、嫌われないようにしよう。バチバチする必要はないですね。必要はないな、うんうん、まあ、今の感じやったら、はい、ちょっと前やったらバチバチはしてたかも。あ、そうなんですか。うん、やっぱ囲い込むっていうのが結構あったし、はいはい、僕もなんか何個かあるんですけど、はい、僕が仕事を取ってきてみんなで共有してやっていきましょうっていうことをやってた時期があるんですよ。ああ、他の事業者さんと協力して、そうそうそう、はいはい、でやりたいですって言ってきた人がいて、はい、で一緒にやっていきましょうみたいな。福田社長ね、ちょっと聞きたいんですけど、周りと仲良くして連携する必要性ってありますかって質問されたんですよ。いや、あると思いますよ。だってこういう僕らは仕事を取ってきてみんなでやっていくって助け合いでしょみたいな、うん、私はないと思います、はい、そうなんですねっつって、でもあると思いますけどねって言ったんですけど、その人は固くなにないと思います。へえ、それ多分敵って思ってる、あ、意識として。なるほど、ほな一緒にやってくんねん、ボケーと思ってなんで来た、そうなんで来た、怖、怖いやめっちゃ怖いですね。やってることとやってることちゃうから、なんかす、ね、何言ってんのかなって思ったりとかもしましたし、あ、まあ、それが一つあったのと、あと二つ目は、違う地域、ちょっと神戸市内なんですけど、うん、もう A 型を辞めますって言われた時があって、相談電話かかってきたんですよ、はいはい、今こういう状況なんですけど見に来てくれませんかって見に行ったんですよ、はいはい、そしたらなんかどうやらもう実は売ることが決まったんですって言われた記憶があって、うん、あ、そうなんですねみたいな。でその買われる方がうちの物件の手前にテナント借りてそっちにお引越ししてやられるみたいな感じですみたいな、最後の方に言われて、あ、そうなんですねみたいな、はい、あ、じゃあ何の相談やったんかなと思って、はいはい、でその事業所出たらその前に入るオーナーがおって、はい、でちょっと顔見知りやったから、はいはい、え、何しに来たのみたいな、え、俺はもう買わないけどって言われて、怖っ、怖って思って、怖っ、はって思って、そうですね、俺別に悪ないし、うん、呼ばれて別に無料でこうした方がいいんじゃないかって話しただけで、はいはいはい、そんなん言われるって敵やと思ってるやん。あ、本当っすね、うん、だから俺それ絶対許さない絶対許さない話でした。絶対許さないんですよ。あ、そうだったんですね、はい、ちょっと前に他の人と通して会いたいって言われたんですけど、あ、それも根に持ってるんで会えた言葉、はいはいはい、こっちは覚えてるぞって感じだから。あ、いや、そうですね、こっちは用ない、最初から用ない、あ、あんたに、ね、確かに、そもそもあんたに会いに来てないと、そう、勘違いすんなよっていう、な、もう興味もない、正味名前も覚えてない、あ、そうですね、だから態度と顔は覚えてる、あ、なるほど、ただ興味は全くない、あー、なるほどなるほど、
あ、それでもやっぱそもそも敵ってこうやっぱ思い込むというか、そう、それが強いとそんなことになるんですね。そうなんですよ。よくないっすね。よくないっすよ、うん、よくない。あ、ちょっと熱くなりましたいや、だいぶ熱かったですけどねやっぱなんか勝手にな、そんなん言われてな、はい、なんでなんみたいな、こっちは協力してみんなでやってこうぜって感じじゃない、うんうん、協力していらんって言われたから。いや、ほんまっすね。そんなんな、手のひら返し、もう報酬改定なんて大変やから一緒に協力していきましょうよって言われました。はい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 。お前なんて言ったか覚えてっか、まあ、覚えてないですよね。覚えてないのよ、そういう人。覚えてないですよね。だから実際に会ったら僕も言わない、正直。はい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 、久しぶりっすね、いつぶりっすかねっていうことくらい。ああ、なるほど。で、ああ、あの時会ったなって言われて、ああそうっすねって、はいはい、ちょっと待ってみるな。はいはいはい。うんうん。でも別に出てけへんかったら何に困ってるんですかっていうので、なかったことにはしますよ。あ、へえ、はい。そっちの方がかっこいいと思ってるんで。これは素敵やわ素敵やん、これはこれでグッとこらえてこれはすごいわ。一回こう大人に器ですね。そうなんですね、伸びしろ、伸びしろなるほど、グッとなって。あ、じゃあ実際その、 あのデメリットはないけれどもって話に戻ると、ああ、そうですね、はい、デメリットはないっていうことなんですけど、はい、やっぱこういがみ合うっていうのはこうなんか服して生育感がまだあるから、新参者を毛嫌いする傾向はあるので、何も知らんくせにみたいな。それはやっぱそうなんですね。そうそうそう、それはあるので、やっぱ徐々に仲良くしていくっていうのは大事かなと思いますし、別にこっちが仲良くしていく態度だったら、相手も別に最初はちょっと毛嫌いするかもしれないですけど、仲良くはしてくれるもんなので。そうですね。そうそうそう、あんまりその気にしなくていいんじゃないかなとは思いますね。なるほどなるほど。うん、あとまあもう一個ビジネス目線で言うなら、はい、A 型の運営なんて長く続くことないから、え、そこに入ったとしても、あ、え、うん、だんだん敵減ってくると思う。あ、え、そんな、なんかあんまり気にせん、気にせんでいいそもそも気にしなくて大丈夫、自信があるんやったらね。あ、なるほどなるほど。今からやっていくぞっていう感じやったら、はい、気にせんでいいと思う。まあ、それで言うと、じゃああんま仲良くしてても途中でいなくなる可能性があるという、まあ、それは全然ありますよ。あ、なるほどなるほど。 B 型だったら食い合うっていう理由はちょっとわかる、登録制なんでね。そっか、本当ですね、はい、確かに、はい、まあ、A 型よりちょっとお気軽ですよね。そのそうです、そうです、いい意味でも、はいはい、ただまあそんなに B 型も、今日はこっちの B 型行って、明日はこっちの B 型行ってって、うんうんうん、めっちゃ使ってる人ってあんまりいないから。確かに併用できるって知らない人が多いですよね。あ、そうですね、うん、だからしっかり、うん、マネジメントとか個人を成長させるような運営をしてたら、うん、しっかりあのうちに来てくれるというか、そこに通ってくれるもんで。そうですね、さっきの A 型の考え方と一緒、まあ、すぐにバイトを変えるとかっていうこともないという、はい、本当ですね、はい、感じなので考え方は一緒かなと。なるほどなるほど。結局やっぱりまあ元戻っちゃいますけど、本質的なところはサービスしっかり質上げとけば、うん、そうそうそう、そんなし考え心配しなくてもいいと。そうです、いうところですね。問題ないと思います。あ、なるほどですね。そのサービスの質のコンセプトであったりとかいろいろ含めて不安であれば、概要欄に公式 LINE 貼ってますので、ぜひご相談受け付けてますので。あ、それも相談していいんですか。はい、しっかりしたコンセプト作れます。あ、ファンタジスタの得意分野。はい、ありがとうございます。もちろんご自身で作ったコンセプトがあるんだったらそれ通りしてほしいけど。はいはいはい、なるほどなるほど。どうしたもんかな、あれとあれがとか、どちらかってなったらこうした方がいいんじゃないって話ができたりしますけど。このコンセプトちょっとどうですか、これ見てください。うん、どうですかこれ。まあそうですね、いいでしょう。あ、いいでしょう OK でしたファンタジスタが言ってるコンセプトっていうのを知りたい人もいると思う、はい、ああそうですよね、はい、ぜひお気軽にですね公式 LINE からお問い合わせいただけたらと思います。はい、はい、あとはまあちょっとでも事業所に興味あるけどこれからどうしようかな、立ち上げるかな、どうしようかなっていう人いたら、うんうんうん、チャンネル登録しといた方が有益な情報届けれるので、はい、はい、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押しておいてほしいかなと思います。そうですね、チャンネル登録したら勝手に入ってきますからね。勝手に入ってくるから、はい、だからそう、あ、いい感じになってきて、いい感じになってきて、いざ事業所作ろうと思ったらもう仕上がってる可能性ある。あ、確かに、本当ですね、はい、土台作りにいいですね、これは。うちの情報だけ入れ込んでくださいなんか怪しいチャンネルっぽいですね。怪しいはい、そんな感じの、はい、テーマでした。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、引き続きお願いします。ありがとうございます。私は注意しとかなあかんのあって、はい、近隣の、迷惑になったら移転をさせられるっていうのが実はあるんですよ。え、僕の知り合いの A 型の経営者さんで、はい、施設外に出て帰ってきて
で、ワゴンから利用者さんが降りていくと、はい、そのドアの音、バンっていう、はい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 、これがうるさいって苦情が来てしまった、近くから。え、はい、だから移転させられて移転しました。え、やばいやろ。やばすぎ。え、やばいのよ。そんなうっさかったん。え、そんなうっさかったんかじやん。はい、えと思って、はいはいはい、でもそれはもう一例ありますから、神戸市内で。それってもうあれですね、なんか何でも起こり得るというか、何でもそれ引っかかりそうな気がしますね。そうそうそう、うん、だから近隣の迷惑にならないようにも配慮せなあかんっていうのがありますんで、まあそう考えるとやっぱ難しいビジネスではある。なるほど。移転しろって言われても、うちこんだけ内装バチバチで移転しろって言われたらちょっと辛いわな。思いますね。確かに確かに。それではやっぱあれですね、苦情を入れられへんように日頃からこうやっぱええ感じにはしとかなあかんすよね。そう、関係性というか、そう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 、うん、挨拶するとか。そうなんですよ、結局地域に根付くのが福祉なんで、あそこの事業所さんちゃんとやってるなとか、利用者さんも挨拶素晴らしいなとかって周りが噂してくれるようなもんなんで、うん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 、でも悪い評判ほど噂は早い。やっぱそんなもんだったね。そんなもんなんですよ。そうか。いや、まあでもまあ分かる気がします。はい、悪い噂話の方が、そうそうそう、楽しいですからね、みんな。あ、そうですね、はい、結局ちょっとこう気をつけといてほしいなというアドバイスでした。なるほど、はい、勇気でした。はい、ありがとうございました。